し夢を共有。自分と友人 a の話をしたいと思います。自分の家族には霊感がない。でも、なぜか家族で唯一、俺だけが小さい頃から不思議な目によく合う。 だからはっきりと霊感あるとは言えないのだけれど、たまに幽霊らしきものを見たり、声を聞いたり、不思議な夢を見たりする。普段は全く見たりしない。友人 A 曰く鈍すぎるらしい。5、6年幽霊と同居していたらしいが、全くその幽霊に気づかなかったくらい。友人 A は家系的に強い霊感を持っている。腕に数つけてたり、念仏唱えられたり。 普段からバンバン見えまくったりしてる人。A とは中学の時に仲良くなり、A がいる時は不思議なことに会うことが多かった。オカルト好きの人にはつまらないかもしれないけど、俺も A も心霊スポットに行ったりとか、こっくりさん系の占いとかは絶対しない。だから幽霊に追いかけられたり、ついてこられたり、呪われたりした経験は、俺に関しては一切ない。A にはあったかもしれないけど、 あってもいちいち俺に話したりはしない。直接幽霊は関係ないけど、これは俺と A と女友達 D が夢を共有した話です。A 感関係ないじゃんって俺は思ってるんだけど、A が不思議な力が絶対働いてるって言うんで不思議な話ってことにしておいてほしい。途中グロテスクな表現が入るのでご注意ください。自分には小4の時引っ越してきた。 女友達 D がいた。ゲームオタクでパソコン持ってるやつがまだ少なかった時代に、そいつの家にはパソコンが2台もあった。そんで D は結構な美少女。俺はめちゃくちゃ D が気に入ってたんだけど、D はかなり男に惚れやすいくせに、俺には全然だった。だから俺たちはいつしか性別気にせず遊ぶようになり、俺は D の家に普通に遊びに行っていた。D には3つ下と、 五つ下の弟がいた。兄弟仲は非常に良く、D は家では非常に姉ちゃんらしかった。俺たちが小6のある日、D は元気なく自分に話しかけてきた。何でも怖い夢を見たらしい。D が震える声で語った夢の内容はこうだ。突然森の中に弟の断末間が響き渡った。森の中突っ立っていた D は、はっとして声の下方向に走る。 森を抜けた先には俺たちの近所の公園があった。滑り台やジャングルジム、タイヤの飛び箱のようなものが夕日に照らされていた。その公園の真ん中に D は自分を見つけたそうだ。仮に偽 D とすると、偽 D は日本刀を持ち上の弟の生首を抱えていた。地面には上の弟の首から下が転がり、地面に大量の血を流していた。D は上の弟を ニセ D とはいえ、自分が殺してしまったことがショックで動けない。ニセ D は弟の生首をその場に放ると、血の滴たる日本刀をゆらゆらと揺らし、D に近寄ってきた。帰り地のついたニセ D の顔は無表情だった。そして D のそばまで来ると、大きく日本刀を振るい D の首をスパッと跳ね飛ばした。D の首は宙を飛び、地面にゴロンと転がったけど、 それでも首に意識は残っていた。だから、ニセ D の行動を見続けなければならなかった。D の視界の先には縄で縛られた下の弟の姿。ニセ D は下の弟に日本刀をゆらゆらさせながら近づいていく。D は、やめて、と叫んだけど、首から下がなかったので声が出せなかったらしい。ニセ D は日本刀を振り上げ、 再び公園と森に断末魔が響き渡った。その話を聞き終え、俺は D はゲーム好きなのでゲームのしすぎだなと思う反面、D から語られる実はもっと詳細な夢の話に結構ビビっていた。他人の夢の話を聞いてこんなにリアルに想像できた話は間違いなくこれが初めてだった。落ち込んでいる D に俺は夢だから気にすんなというようなことを言って慰めた。 その後 D 家には何事もなく、D も弟二人とご両親も健康で、D はその夢のことはすぐ忘れたのだと思う。でも、俺の方はなぜか、その D の夢の話を忘れることができなく、小学校を卒業し、中学に進学した。D とは同じ中学に進学したけど、やっぱり男子と女子ってのは、それぞれでつるむようになり、D とはいつしか疎遠になっていった。そんなある日、俺は、 夢を見た。森の中に少年の断末間が響き渡った。自分ははっとして声の方向へと走り出した。森を抜けるとそこは俺の近所の公園だった。夕方のガランとした公園の真ん中には小6の時の髪の長い D がいた。スポーツブランドの水色のお気に入りの T シャツを着てカーゴパンツを履いている。右手には 小柄な彼女には大きすぎる日本刀を持ち、刀身は赤くぬめっていた。そして左腕には上の弟の生首を抱えていた。半開きの目をしていて、頬にはべったりと彼の血がついていた。生首からも首の下の彼の体からもまだ血が流れ出ていた。妹しかいない俺はリーの弟たちをめちゃくちゃ可愛がっていて。 弟二人も俺にすごく懐いてくれていたので、俺はすごくショックだった。ショックでほうけていると、D が上の弟の生首をその場に放り、俺の方へと近づいてくる。俺はその時になって気づく。これ、D が見た夢じゃね今度は俺が D になっているのか、と気づいた。この後の展開は想像がついた。絵の前まで D がやってきて、日本刀を振り上げた。 俺はその時逃げられたんだろうけど、なんかもういいか。みたいな気分になって、おとなしくして、D に殺された。地面に転がる俺の首。D の話の通り、首には意識が居座り続けた。D は今度は、下の弟くんに近寄っていく。そして下の弟くんの断末間。そこで目が覚めた。すげえ顔がベタベタするなと思ったら、俺、寝ながらめちゃくちゃ泣いてたみたい。 その夢は自分の想像力が豊かすぎたせいだと自分を納得させて、その時はあまり深くは考えなかった。中2になり、友人 A に面白い話をしてと言われた。A はお笑いの話とか好きではないし、変わったやつなので、とっさに面白い話って言っても出てこない。ふと俺は D の夢の話を思い出して、D は俺と A の共通の友人でもあったので、話した。 ただしその後に、俺が D の夢を見たということは省略した。今考えると、D があんなに落ち込んでいた夢を A に話してしまったのは軽率だったかなと思う。その時、A は興味深そうには聞いていたけど、俺が感じたほど恐怖は感じていないようだった。中3になり、そんな話をしたことも忘れた頃のある日、A が、見たよ、と興奮気味に俺に話しかけてきた。 いつも血色の悪い顔をしている A の顔には珍しく赤みが差していた。俺が何のことか尋ねると A は偽 D が D の弟を殺す夢だよと答えた。俺はお前もかって思ったけどとりあえず A の見た夢の話を聞くことにした。森の中。一回目の断末間。走って森を出る。夕暮れの公園。A の知らないはずの 髪の長い D の姿。上の弟の生首。A も逃げ切れずに殺され、生首になった。そして、二回目の断末間。A もそこで夢は終わったらしい。ただ、一つだけ D と俺と決定的な違いがあった。A は不思議そうな顔をして俺に言った。俺の横には D の生首と、なぜかお前の生首が転がってたんだけど、なんでだろう。俺は肝心の。 俺が夢を見たってところは A に話してなかったので、それこそ死ぬほど驚いた。自分が D の後、A の前に夢を見たことを話すと A は納得していた。俺が D の夢を見たのは、普通に俺の真相心理とか、想像したことが夢になって現れただけだと思う。でも明らかに A は事情が違った。そもそも A と俺の家は遠すぎて、A は例の公園を見たことはないだろうけど、 公園がどんな風かとかピタリと言い当てた。あと D の弟二人の顔の特徴も A は言い当てた。少し調べればわかることだけど A がそこまで手の込んだことをすると思えない。だから俺は A ってそこまですごいのかと思ったことを口にした。でも A 的にはお前が見たから俺も夢を見たんだよとのこと。 俺が A から影響を受けたことはたびたびあったけど、A が俺から影響を受けるってこともあったらしい。これはそのうちの一つだったっぽい。この話は以上で終わりです。A が誰かにこの夢のことを話したら、また俺たちみたいに共有する人が出てくるんですかね。